例えば今、うちがあんたにとってうちはどんな人間って聞いても、夢の中のあんたと現実にいるあんたが同じ答えを口にするとは限らないだろ。いや、今の俺も同じ答えを口にすると思う。ん？君は普通で可愛らしくて、そして少しも嘘が上手じゃない女の子だ。あんた、みんながいる前で何を言ってるの。でも私も同じことを思ってるよ。コラリーとヘリアもそうだよね。どうして私に聞くの。わかりやすい事実でしょ。コラリー、こういう時はもっと素直になった方がいいんだよ。はいはい、もういいから。師匠の前だって言うのに、もう少しうちの顔を立ててよ。そしてこの髪飾りについては、人にあげた贈り物を返してもらってもね。夢追い人が同じ答えを出せるなら、うちだって同じことをしても問題はないだろ。夢の中でもそうじゃなくても、ちゃんともらっておけばいいの。もちろん定期的にお手入れすることを忘れないように。ああ。さあ、まずは食事だよ。